これも葉いいもみじでしょ、うん、これミニにしたらいいですよね。これ相当こんなでかかったんだよこれ、うん、おお。でっかいと何回かに分けてきた、うん、これでもう終わりじゃ最後、うん、要するにこの木はこの辺で作りたいからね、うん、今のところまあこれもう必要ねえからね、これね。来年はもっと短く切るけど、今回はさちょっと作業上邪魔くせえから切っとくけど、こういう節がもう作業上邪魔くせえから切っとく。これは、まあ、ここのね間隔が長いんで短くしようと思ってここで取り消したんですけど、うん、ちょっとね硬くなってるから、あの危なかったらもう1年なんていう状態でなくてね、うん、これはこれであの取ってしまって、うん、そしてちょっとでもねあればもう成功だからね。これはあの結局山もみじの仲間なんでね、かなりあのあれだよ、強犬種だからね、もう出てると思うんだけど、ちょっと分かんない。あのなんせね古いね、これ足元かっこ悪かったの、これなんかこう、うん、これ2つに分かれてる、これついたらここいい足元してるよね、うん、それでは外してみます。それではつって、3、2、1らしきものが見えるんだけど、出てる？出てる？うん、そうだって言ってる。うん、ねえだね。3、2、1って言う前に取っちゃった。ここに根あります、ね。ああ、本当だ。ね。ここに根あります。そしたらここはなんだ？あのとんがった食い切り、とんがったってあの三角形の食い切り、そこにないの？ガチッと取る。あ、ちょっと待って、これ鉢から抜こう。下使わねえからさ。よし、一回そこでバチッと切らないと、すごい硬いな、それでやれるかな。 OK、 いけ、あ、彼長やっぱり年だね、力弱くなったね昔はやばっと言ったのに、あ、ダメか、ちょっとそこでねじるか、したら、いや、こっちから反対からね、いや、年のせいじゃない、刃物のせいだ、つまり。ちょっと待って、根大事なのあるから、ちょっと待って、俺これ、こうやってかわすから、ちょっと待って、逆歯、うん、はいよ、そこでグッとやって、これいった、手危ないよ、ちょっと気をつけて、はい、これこんな小さいんでもね、大丈夫、あ、針金が入った、なんと針金じゃねえ、根だよ、うん、こういう根になってます。はい、今度は普通の食い切り取って、あれ
よし、これだけ。こういう感じね。こういう感じ。素晴らしいでしょ。根だよ。これ感じ。その後鉢大きくなるけどね。これはあれだな、これはさ、あまり針金いっぱい使わないでね、この動かないように、ここの、こういう、網こういう使い方してさ、これ。で、それからここに入れよ。それが網の、網に通ると。これを網に通すと。これもこっちに網に通すと。それで網はもう一応ね、そしたら網が動かないと、動かないと、こういう感じにして、こういう感じね、こういう感じにして、それでこれちょっとね、穴大きいからね、下にね入れるのはね、後からちょっと粗いの入れますけど、今のところとりあえず微調整今のうちにこうやっといて、こういう感じね、粘りを見て、こうかなでしょ。で、ちょっと。ちょっと。盛り上げていいよ、ずっと。OK、ちょっとそれやっておいてて。こうやってね、いや、本当はね、大量にある場合はね、こんなことしないんだけど、ちょっとこれ、今、これちょ、今、とりあえず1回しかね、やらないんでね、これ下にこう、ちょっとこれ、このぐらいのやつね、こう寄せるんですよ。柄の代わりにね、こうやって、こう。いや、その後も随分ちっちゃいと思ったけど、結構、でかいんだな。でかいからね、こうでしょ。で、こうやって、これ。でね、もう、ちょっと、今、手元に、はい、ちょっと、棒貸してください。はい。どういうこと？いや、いいっす。これで、こう入れて、こう入れるでしょ？あ、これ、つばの分、これ、こっちの方がでっかくなったのかい、中。そうそうそう。中身。中身がな。これ、結構、中身あるよ。うん、こっちつばあるからそうでもないけど、だけどごつく感じるもやっぱり、こっちの方がいい、こんな感じにしてね、それであとさ、またちょっとこう大きいのを少しこう避けて、今度は骨粒が出てきたでしょ、触ったらまた行っちゃうっていう、これいいんだ、これで乗ってる大きいのだけ取ればいいんだ、こう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 、こんなめんどくさいことは普通しないんだけど、ね、今とたまたま一つ今ここにあったんだよね。なるほど、お客様の、お客様のこれやってくれっつってご要望により、それでこれこのね、ミニ盆栽用の、これは普通ね、用土、大体の用土なんですけどね、その中からこう寄り出す方法としてはね、とりあえずこうやって置けばさ、基本通りのことやってるからね、こうやってこういう方法があると。何年目これ？え？2年？3年？いやー、もう3年ぐらい経ってるね。これ毎年のように取ってるよ。いや、取ってるっていうか切ってるよ。あの10センチぐらいの大きい鉢に入ってたんだって。それで3年かかってね、この上の面白いとこを取るためにね、3年かかったんだって。取りながら。で結局待ってられなくて、最終的にね。こう小さくしたけど待ってられなくて、やっぱり取り木に挑戦して、で今回は成功、山もみじだね、だけどすごい葉の小さい山もみじだね、